ましたね、うん、はい、映像まだね、映像まだですね。時間通りだ、なんか時間通りって素晴らしい、めっちゃホッとしてるわ今来ましたよ、来ました、お待たせしました。ニコ生をご覧の皆様こんばんは。まだいいだろ、うん、まだいいでしょう、もう言いたくて入りましたね、入りましたね、どうもこんばんは、どうもこんばんは。いやいやいや、今日は時間通りですよ、あかねちゃん。ええ、よかったね。よかったね。今日はね、6時半からちゃんとね、始まりますね。始まりました。定時ですよ。定時ですね。カメラに向かってどうもこんばんは。こんばんは。いや、週末だからね。うん。そうですね、前回はいろいろありましたね、大幅に、てか今までね、そう、うちらそう、時間通りに始められてなかったね、時間通りに始まったことがないから、うん、今回はもうゆっくりと番組4回目にして初ゆっくりまったりね、進めていこうね。あともう少ししたら開始しましょう。はい、お願いします。まだちょっと来る人はもう少しいると思う。はい、今日動画のなんか見てるあれの遅れが結構いつもより遅い気がする、うん、気のせい？それはでもあれじゃないの、やっぱインターネットだから、その接続の重さというかあれなんじゃないの。そうなのかな、うん、一度音量チェックします。はい、はい、今日もね、ほんと寒いですね、もう本当に冬って感じですね。でも昼はすごい暖かかったよ ね。このさ、寒暖差がさ、やっぱ体調を崩す原因だよね。そうですね、ほんとすぐ風邪ひくんです僕。気をつけてくださいね、うん、もうね、今ひけない、もう今ひけない、今ひくわけにいかない、今ひくわけにいかない、本当に死ぬのは12月2日以降、うん、熱出てもいいから喉ね、うん、喉だね、うん、そう。お、なんじゃん？小読みの上では冬だが、まだ。なんじゃん？食欲が冬だぜ。なんだろう。食欲。食欲。わかります。わかります。わかっちゃダメだけどな。ね、でも冬の方が食べ物は美味しいんじゃないかな。美味しく感じるしね。うん、お魚も美味しいし。さっきも言ってたけど鍋ね。鍋したいね。うん。さっきのなんだっけ、カレーチーズ鍋、そうそう、ココイチのね、あれはそう、超美味しそうだった、美味しそうだね。はい、それじゃあ始めましょう。はい、はい、そうそうそう、この前ちょっとだけマイクの、はい、あっち向きながら喋ることがちょっと多かったので、はい、ちょっと注意しながら。わかりました、はい。まったく困るんだよ、サラベツくん、気をつけます。えはい、それでは行きましょう。この番組は皆様、だんだん赤紫、よろしくお願いします。タイトルコールから開始して、音楽流れて9ラウンドついたらどう開始です。はい、だんだん赤紫にゃん。どうも、村別です。どうも、あかね城ですにゃん。この番組はあかね城と村別がフリーダムにトークをかまし、グルメのコーナーもあったりする番組ですにゃん。どうした、どうした、テンション低くない？あ、ね、えじゃないですよ、えにゃんでしょ、えにゃんさあ、どれかんのもう。あ、言っとくけど、あの、な行の言葉というか、ながつくところにもにゃんつけなきゃダメだよ。お前、にゃに言ってんの？いいね、このね、対応する菊池の潔さ。
潔さ、そこ評価していただきたい。まあね、とりあえず最後までそれで通していただくという形。うるさいにゃん。あーもうこれがいつまでも続くと思うとね、気が重いにゃん。いいじゃん。言うとけど全然可愛く言えないからな、期待するなよ、うん、えタイトルコールよかったよ本当、うん、そこだけね、そこだけね、忠実にしようと思って、うん、はあ、ま、第6回放送始まりますにゃん。この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの制作でお送りします。だんだん赤紫、言いたいことはわかるな。うん、せよでしょ。君のセリフだよ。第6回放送始まりますっていうのは君が言うやつだったでしょ。ごめん。まあいいけどね。マジごめん、うん、素で素だった。素で忘れてた、うん、いや途中から危機感が出始めてたんだけど、あれこれ俺だよなみたいな感じだったでしょ。そうそうだったんだけど、その探り探りやめろよ。じゃごめん、あの何のことに対しての意識ばかり言ってて、うん、まあまあまあいいですけどね。はい、次はトークですよ。はいはい、あ、じゃあにゃん解除って君が言ってね。ん？にゃん解除って君が言ってね。うん、さての後でしょ、少しトークのところでいいでしょ。あ、そうだね、うん、そうしよう。大丈夫です。はい、いきます。はい、了解です。あ、社長、音楽って大丈夫ですか？ CM 風あらすじのところ。あ、CM 風のところは CM 風の時に編集しちゃうので。あ、わかりました。今回あの収録中には音楽流さない方向で。わかりました。はい、わかりました。じゃあ普通にこっちが入っていい感じですかね。あの普通に言い始めていいし、終わり始めてもいい感じ。そうですね。わかりました。はい。じゃあ今 BGM の方から始めてもいいですか？はい、大丈夫です、はい。それでもタイトルコールしますか？あ、大丈夫ですね。はい。こんばんはにゃん。これ後で解除でいいかな。うん、まあとりあえずね、はあ、決めよう。はい、私たちが所属する劇団の公演が間近に迫っていますので、まるまるこの一つの枠を使って告知してやろうと思います。お、はい、すで、ね、に劇団のホームページブログなどに公開されているあらすじを卑屈なりに CM 風にアレンジしてみました。いいね、はい、さすがですね、ちょっと頑張っちゃった、まあまあ、宣伝だしね、ここでニャンを使うのはあれですから、今回ばかりはこのところは解除でいきましょう。そこをね、容赦してもらわなかったらどうしようかと思って。いやいや、まあまあ、あのそれはいろんな意味であの俺が後で怒られるからでしょうね。まあ怒る人はいっぱいいますよ。そう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 、はい、というわけでね、早速その CM 風あらすじを読んでいきたいと思います。いきましょうか。はい。病気ですね。妙につかみどころのない医者から告げられたその言葉をただ一つの理由に、軽い体調不良で訪れたはずの K は現在ここに入院している。この異様な病院に。まるで精神病院みたいだな。男女共同の病室、確実の問診以外部屋からの外出は一切禁止され、時折聞こえる悲鳴とともにその時問診している患者がいなくなる。とうとうまた来てしまった。再び殲滅の時が。今度こそ俺も選ばれる。一体その患者たちはどこへ行ったのか。残された彼らに与えられた謎をめぐって、院内に蔓延する不気味な噂。果たして医者は何をしているのか。ではそろそろ治療を始めましょう。あんた悪魔だ。劇団虚言癖第3回公演、戯曲虚病。患者たちに退院の時は来るのか。はい、というわけでね、そんな感じなんですけども。ですです。ええ、
まあ言いたいことはわかるな。お前食いやがっただろ。お前ここ絶対失敗できないって打ち合わせの時に言っておいたよね。これいい、私だけが怒るんじゃないからね。知ってる。多分ね、各方面からもうブーイングの嵐ですよ。今から覚悟しておくんだな。はい、知ってます。はい、というわけでですね、こんな感じの演目なんですけれども、もうね、まずはお互いの役について話そうと思います、はい、まずは村別さん、はい、どんな役なんですか。名前も言っちゃっていいんだよね。名前もいいんじゃない、うんうん、とりあえず名前は里中と言います。お、病院に、主人公が入院してくる以前、結構前から入院している患者となります、うんうんうん、まあ、年齢のほどはね、結構40歳ぐらいの中年のおっさんでございますね、うんうん、おっさん感が難しい。おっさん感難しいね、うん、まあ素でおっさん感出てると思うけど、うん、それでいいと思うんだけど。あれあれ、で菊池の役はね、うん、菊池はあのダブルキャストの公演なので、ね、今回は8回公演のうちの6回があの看護師の役をやりまして、2回があの準主役のような医者の役をやります。女医ですね、うん、で私はこの女医の役をどうしてもしたくてしたくてしょうがなくて、うん、もう熱烈アピールの結果いただいた役なんですよね。え、はい、すんげえアピールしてたもんね。そう、したくてしょうがなかったの。もう好きなの、わかる、うん、もうな、その好きさは見ててすんごく伝わってる、うん、そうなので、今回の脚本は私今まで全部の公演に出演してるんですけれども、私が一番好きな脚本なんですよ、うん、ほうほうほう。で今までよりちょっと分かりやすいと思いますし、そうだね、そうで、うん、この役がね、医者の役がすごい魅力的な役だったので、うん、どうしてもやりたいと思っていまして、だ今回やらせていただけることがねすごく嬉しいんです。そうね、なのでその気合の入りようもね違うんですよ。ですね、うん、まあまあまあ、でもただね、もう一個の方もなかなかいいと僕は思いますよ。看護師の方、うん、多分、まあ、どちらも見に来られる方とかいらっしゃらないとは思うんですけれども、うん、ギャップがひどいよね。ひどいね。看護師の時はすごいコメディ要員なんですよ、どうしても。はい、はい、まあただそこでしか僕と茜嬢は絡まないというね。そうなんです。説明をしますとちょっと複雑なんですけれども、全8回公演の中の6回の公演がですね、男性版が、うん、主演を務める、ん、男性が主演を務める。そうだね。で、うん、残りの2回が女性版となっておりまして、うん、その2回の方の準主役ポジションが菊池が女医の回ですね。そうだね、はい、でその村別は6回公演の方のみに出演するので、うん、そうなんです、今回は6回のみと。で私と村別はその里中と看護師という絡みのみなんですね、うん、もうだから病院なんで患者さんを呼びに来るみたいなところがあるわけですね。そうですね、まあ、そんなところです。だから合計しても30秒絡まないみたいな。そう。まあ舞台上で、ね、絡まなくてせいせいしてるんだけど、おっとっと、おっとっと、危ない、危ない、危ない、あらら、あらら、あちょっと本音が出ちゃった。というわけでですね、はいはい、まあいろいろ告知を詳しくしたいところであるんですけれども、まあ、ネタバレにね、つながってしまうので、ね、ぜひ本当にご覧いただきたいと思いますので、劇場まで本当に足を運んでいただければと思います。ご来場いただけたらものすごく嬉しいです、はい、というわけでですね、ここで一つ、うん、村別さん里中役をやるにあたりまして、一番好きなセリフをネタバレを含まない程度、あのね、ごめん、里中のセリフはあなたは知ってるでしょ。知ってる。言えるセリフが限られてるんだよ。うん、うん、もっと鳴らせようよ。はい、まあとりあえず何かあるでしょ。あるね。うん、じゃあいきますね。はいはい、急出しするよ。うん、では皆様どうぞお聞きください。村別で里中。おお、兄ちゃん、ようこそ。そこか。それそこぐらいか。それ以降だって結構ね、うん、そこぐらいです ね、 あのね、僕の登場が結構物語の盛り上がりの始めぐらいからなんですね。そう、しかも結構なんていうの、キーワードを、そう、キーマンなんだよね、言っちゃうから、うん、言えないんです。言えないんですよね、うん、さっきの CM の中で言ってるところは結構ギリギリのセリフギリギリですねっていう、まあそんなところなんですよ、うん、はい。でまあ私は、じゃあ私もキーワードばっかりなので、うん、逆にじゃあ急出していいってことだよね。いいよ、うん、では茜嬢の医者の好きなセリフ。え、医者でいいの？医者でいいで、看護師じゃない。看護師はちょっと。あ、分かる。じゃあ医者で、はい。じゃあ医者の
茜ちゃんが好きなセリフまで3秒前2、1。病気ですね。これしか言えないよ、ね、私同じじゃんだから、うん、他がもう言ったら終わりだよ。あのちなみにあの今お互いのセリフ言いましたけど、お互いの一言目です。そうだね。あ、そういえばそうだ。ね、そういえばそうだ、お互いの一言目ですね。これぐらいしか言えないです。でもこのね、病気ですねっていうのが私はものすごく好きです。本当に好きです、うん、いいね。でぜひともね、これを聞きにで私たちを見にいらしていただきたいなと思いますので、うん、はい、村別くん、告知を詳しくどうぞ。詳しくですね。では公演日程をお伝えします。公演日は11月30日金曜日から12月2日日曜日、時間は12時、15時、18時、11月の30日のみ、12時の回がないので全8回公演です。チケットは前売り、当日ともに2000円。劇場は JR、そして丸の内線荻窪駅から徒歩10分の荻窪小劇場。席にかなり限りがあるので、ご予約はお早めに、ぜひご来場くださいませ。まぜ。以上、告知でした。でしたー。8分36、終了。はい、ありがとうございます。では、では謝罪会見を。我が輩。いや、いつの時代だよ。あの、チンしなくていい。普通に間違い電話。そうだね。うん、まあ、だんだんとりあえず、誠に申し訳ございません。本当にやってくれるよ、君は。あの、一言目にね。本当にやってくれる、君は。うん、あの、今ね。まあ、私以上多分かなりへこんでると思うから、まあいいや。あの、うん、ちょっと涙目なの分かる。俺ちょっとうるうるしてるの。あの、うん、今回俺の罰ゲーム界ではないはずなんだけども、うん、もう俺が罰ゲームしていいレベル、うん、俺もニャン言っていいレベルだとは思ってますけど、それは誰も得しないからいいです。そうですね。じゃあ温めに行ってきて。はい、行ってきます。じゃあ菊池の独壇場が始まりますね。本当ごめんなさい。ほらコメントで村別さん今日はグダグダですねって言われてるよ。あの今日ね、緊張し、今日はわわもう今日は特別緊張してるんです。いってらっしゃい。行ってきます。どうぞ。はい、そうキーワードだらけなんです。あ、にゃんのところ飲んでた飲み物画面に吹きかけてしまった。ふきん。本当はね、今日罰ゲーム会なのでにゃんにゃん言わなきゃいけないんですけど、あ、でさっき100均に行ってきたんですけど、その時になんかパーティーグッズで猫耳があって、まあ、ガチで買おうとしたんですよ。ほんと困りますよね、この変態具合。でもガチでやめてって言っても断っておきました。全く困るぜ。もう声が震えてたね、村別さんって言われてる。いやー、やってくれるなー、本当に。あ、次はバー村別のコーナーなので、今村別はまた料理を温めて食べてるんです。そう、ラジオで見えないのに猫耳ってね、本当にありえないと思うんですよ。まあ映像用ですね、 YouTube 用、ニコ生用。いやー困りますわ。今日は週末ですね。皆様1週間お疲れ様でした。なんかすごいいい音楽。あれ、これバー村別の時ってこんな感じだったっけ、いつも。そうですよ。あ、そうでした。途中こんな軽快な感じになるんだ。知らなかった。そう、ジャズみたいですよね。あ、ここね、菊池の独壇場だからなんかいつも喋ろうと思うんですけど、今日はじゃあ何を喋ろうかな。あ、もう帰ってきちゃった。ただいま。早いね。ただいま。ありがとうございます。ただいま。まだへこんでる。
やべ、今日お箸1個しかない。あるよあるよ、まったフォークでもいいかな。うん、全然全然フォークがむしろないか、あ、むしろフォークがなかった。スプーンもあるけど置くよ。ありがとう。じゃーん。菊池のね、カバンの中にビニール袋とかがめっちゃあるの。そうていうか、お箸もう一本ある。あるよ。あ、よかった。まあ、そこ俺食わねえのか。あ、こんばんは。いらっしゃったのかな。いらっしゃい。きゃー、月も大丈夫ですか。大丈夫です、頑張ります、うん、テンション上げていきます、うん。もう取り分けちゃっていいよね。あ、お願いします。わあ、もうすごいいい匂いがする。ふふ。どれにしようかな。カバンからお箸、弁当で使わなかったやつか。ご名答。あ、そうなんだ。なんかこう、あらかじめ自分が持ってってるのにコンビニに寄ったらお箸もらったって、あ、お箸が余るってなるじゃない。仕方や。あ、俺に言ったの。そうだよ。ごめん、ね、まあ、一生懸命だね。今一生懸命だ。一生懸命だ。今一生懸命だ。一生懸命だというか引きずってるんだ。うん、だろうな。でもそこだよ。引きずらないことが重要なポイントですよ。まあ、まあさ、こう、このね、あの、何、昇級時タイム、うん、っていうか、まあ、準備時間にね、自分を取り戻していこうじゃないかと。うん。うん、あ、茜城、先日は丁寧な返信メールありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。ってこうなんか個人的な返信メールみたいななってるけど、うん、吹っ切れよ。私劇団狂言壁のメール担当なので、劇団メールアドレスに連絡をいただきますと私が返信します。お、劇団狂言壁の菊池ですって言って。確かにそうだね。なのでメールのやり取りになってしまいますけれども、うん、もう一回言わせて。何を。ほんとごめんね。いいよ、菊池優しいから。いっぱいいっぱいだったんだよね。そうだね。お便り来てるんですけど、はい、はい、印刷した方がいいですか。あ、お願いします。多分2回目の、収録で読みます。わかりました、はい、2回目までに印刷すればいいですか。あ、という土日のどっちか見に行けたら行きたいけど時間が、あ、ぜひ無理はせずに、まあ、そうですね、でも見に来てください。見に来ていただけたらありがたいです、はい、その時ね、こう菊池か池田の紹介、うん、できましたって言ってもらえると大変私たちが喜びます、はい、もしくは本当に赤紫見てきましたとかでもね、うん、全然。そしたらもう客出しの時とかハグですよ。本当だよね、うん、赤紫さん来てはみたいなね。まあ村別のハグはだいぶ喜ばないと思うけど、そこで自重してね、うん、可愛い子が来たからって、あのさ、うん、ごめん、今は盛り上げててほしいとこかな。あ、そう、うん、そう、うん、そっかそっか、精神的ダメージがね、うん、まだ引きずってんの。だからじゃあ切り替えていったよ。違う、立ち直ろうってしてさ、立ち上がった人で今ノックアウトしたんだよ。立ち上がってくんぞねって。あとこう、よし、俺カウント10までに立つっつって、カウント9で立ち上がった瞬間殴られると思ったからね。ドンって、沈めてやんよ、みたいな。ボッコボコにしてやんよ。どういうことって話だよ。あ、元気出たね。元気出た。元気出た。ね、次、君のコーナーだしね。はぁ、じゃないよ。顔熱いなんか、うん、今日。テンション上がると顔熱くなるよね、ね。そう、上げて落とす。今日は特撮好きをアピールしてみます。土日だと村別さん見れない系だって。いや、見れます見れます。土日でも。あ、そうだそうだ。言うの忘れてたね。15時の回。あ、これエンディングに言おうよ。あ、そうだね。15時の回。あそこもじゃあ、後ほど説明いたします。はい。1日と2日、15時の回が女性版なんですよ。分かってくれた。私もそれ気になってたんだよね。何それ。ね、今やってる仮面ライダーウィザードの変身アイテムかな。それってさ、28歳がつけていいものなの。いや、なんとなくアピール。そうか、知ってる。あのね、なんか大人用のベルトが出たらしいです。そうなんです。マジですか。そうなんですよ、今度出るんですよ。
ターゲットが明らかに違うよね。もうね、今の仮面ライダー違う。しかもこれも、もともとウィザードリングっておもちゃだから子供用なんだけど、うん、リングの大きさがね、15センチしかないのよ。あ、違う、15ミリしかないのよ。うん、で、15ミリではやっぱ大人にも入らないからって言って、うんうんうん、L サイズ、LL サイズっていうの、このリング部分の変換があって、俺は L サイズをわざわざ買いました。そっち見せてもしょうがないでしょ。これ、何ができるの？変身できるの？今のベルトって IC カード、ここに IC チップみたいなのが入ってて、それを認識、うん、ベルト側が認識して音声を発するのね、うん、でいろんな種類があるんだけど、もうすでに発売してて50種類ぐらいあるのかな、このフィギュアが。すごいな。 その全部の違うボイス、うん、音声が出るっていう。音声が出るの？こっちからは出ないよ、ベルトの方から、ね、それは出ない、うん、じゃあ早速始めましょう。はい、はい、今日もあの来店のベル音は別ですか？はい、そうです。はい、わかりました。で、曲が変わったらもうすぐ始めちゃってください。はい。最初この音楽で、はい、池田さんがナレーションですね。入れて、で、バームラベスって言った後にこっちの曲が流れるんで、あ、はい、わかりました。もうすぐ入店しちゃってください。はい。はい。それじゃあ音楽入ってナレーションの順番です。都会のどこかの裏路地、少し喧騒から離れた場所にひっそりとあるその店は、今日もあなたの来店を待っている。バー村別。こんばんは。あら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 、あら、久しぶりじゃないの。帰国子女のリカちゃん。どうしたのリカちゃん。ハローママ。あー、もうリカちゃん可愛らしいわね。大人になったわね。そうでしょ、うん、2年もやっぱりカリフォルニアにいるとちょっとね、大人になるかなって感じ、ね、どうなの、ボーイフレンドとか。もうそんなこと聞かないでよ、恥ずかしい。で、久々に来たんだけど、うん、ママどう、元気？元気よ。私はもうね、いろんなお客さんが立ち代わりに来てくれて、うん、もうママに相談をね持ちかけてきてくれるから、ママもその相談を聞いて答えたり、こうそれで成長していってる感じかしらね。相談ね、え、ママ相談に乗ってくれる？何、いいわよ。最近、うん、ボーイフレンドが冷たいの。あ、え、付き合ってでどれぐらい経つのかしら？そうね、3ヶ月ぐらいかしら。3ヶ月、あー、ちょうど慣れてきちゃった感じなのかしらね。やっぱりこれは日本でいう倦怠期ってやつなのかな。難しい言葉知ってるわね。そう、最近知ったの。最近？最近知ったの。最近ね、うん、お互いに刺激が足りないんじゃないかしら。刺激？うん、どういうこと？なんかいつもと違うことをしてみるっていうの大事じゃない？それってアダルトなこと？いや、それだけじゃないわよ。例えば？例えばそのね、いつもはしないコスプレで会ってみるとか。それってやっぱりアダルトなことじゃない？うん、アダルトだけじゃないの。でも刺激ってやっぱりアダルトにつながるのかしらね。ママ大丈夫？大丈夫よ。放送に載ってるよこれ。載ってるわよ。うんうん、まああまり参考にならなかったけど元気出たわ。リカちゃん手厳しいわね。そうね。ああ、そうそうそう、リカちゃん、何、 お腹空いてない？ちょっと空いてる。うん、今日ねちょっとねおつまみみたいなものを作ったんだけど、食べてみてくれる？まあありがとう。何なのかしらメニューは。今日はねこちらどうぞ。わお、これは何？ママ特製スペアリブ。スペアリブ、うん、よくアメリカで食べたわ。本当？でもママのはちょっと多分一般的なのと作り方が違うオリジナルのものだから、まあリカちゃんのお口に合うかどうかわからないんだけど。じゃあぜひいただくわ。食べてみてほしい。ちなみにいただきますって英語でなんて言うのかわからないわ。まあいいんじゃないかしら、いただきますって言えるなら。いただきます。どうぞ召し上がれ。じゃあこの食べてる間に私何もできないから、ママスペシャルトークしてて。スペシャルなトークね。
そうね、やっぱり刺激ってところよね。私もちょっとさっきから引っかかってたんだけど、刺激って言ったはいいけど、刺激ってそうね、やっぱりアダルトの方しか言えないのかしらね。刺激か、刺激ね。ママも最近刺激ない。刺激、刺激ね。もう刺激しか言ってないじゃん私。ママ一発目の感想言っていい？うん。ベリーデリシャス。あー、なんかいいわねそれ。いいでしょ？うん。でも声色変わるのね。すごく美味しいわ。なんかニューハーフの人の低いところの声みたいな感じになってたけど。そんなことないわよ、ニューハーフはママでしょ。あ、私はまあほらママはママよ。うん。これのレシピ教えて。レシピ？結構めんどくさいんだけどレシピ言うの。うん、言っちゃおうかしら。とりあえず、はしょって？はしょる。うん。まあただ、本当に買ってきたスペアリブをまずひたすらお湯で1時間ぐらい煮込むのね。ママ、スペアリブってどこ？スペアリブは豚のほらバラ肉がついてる骨付きのところよね。うん。でそれをひたすら、1時間ぐらいお湯で煮込んで、うん、出てくるアクをひたすら取るのね、うん、そうするとアクが出なくなるから、まあそしたらまたその1時間ぐらい煮込むんだけど、その合計で1時間ね、まあ、1時間のうちでまあ多分30分ぐらいで出なくなるかしらね。そしたらそのままお湯に入れたまま冷ますのね、うん、冷まします。で冷めたらそのお湯は1回捨てちゃって、うん、ただこのねスープ意外と美味しいスープが出てるから、うん、もし使いようによってはそこに本当に塩コショウと味の素少々入れるだけで美味しいスープとしても飲めます。まあそれはね補足事項として、であとは味付けなんだけど、醤油、みりん、味の素、お酒で、水は使わないで煮込みます。あと砂糖ね。でこれでまあお好みの味だけど、今回ママはちょっと甘めにしてみました。あと調味料というか、まあ臭み取りという感じでね、ニンニクと生姜をすりつぶしたものを入れてます。ではそこからまた1時間ぐらい味付けで煮込んだら冷まして出来上がりで、食べる直前にオーブンレンジ等で焼き目をつけて食べるとさらに美味しいわよ。え、あ、3分の1も聞いてなかったわ。うん、そう、まあリカちゃんお料理しないからね。そうね。まあまあ、いや、すごく美味しかったわ。よかったわ。そうだ、ミス茜に聞いてたんだけど、うん、点数をつけなきゃいけないのよね。そうね、つけてくれる？そうね。じゃあ今回は英語がちょっとわからないわ。まあ別にあなた帰国子女ってだけだから、そこまでこだわらなくてもいいと思うわよ。あ、大丈夫。あ、来た。帰国子女のリカだもん。うん、リカちゃんね。では行きます。はい。123。はあ、基準は？基準はリカ基準。あ、そう。そう、リカちゃんなんか少し見ない間に不思議っ子になったわね。そうかな、ちょっとキャラチェンジ、うん、キャラチェンジ。あ、見たの。そう、まあまあまあ、リカちゃんが久々に顔見せてくれてママも嬉しかったわ。ありがとうママ、ね、彼氏さんとね刺激を求めてまたいい仲になってね。そうね、ママのあまり参考にならなかったアドバイスをもとにもうちょっと頑張ってみるわ。ごめんね、ママもちょっと放送コード考えちゃった。やっぱり、うん、そうだと思った。うん、ママ相変わらず変態ね。ママは変態じゃないの、中の人が変態なのね。中の人とか言っちゃダメ。中の人のことは言っちゃダメ。いいわね。わかった。Sorry ママ。うん。じゃあ私彼の元に行ってくるわ。あ、じゃあせっかくだから彼氏さんにもスペアリブ持ってってよ。ありがとうママ。うん。これで私たちの仲も深まる気がするわ。よかった。最初からそうしとけばよかったかしらね。肉で深まる仲っていうのもちょっとおかしいと思うけどね。じゃあママどうもありがとう。はい。また来るわね。See you。ああ、早い早い。なんかうちに来る女の子みんな神風のような子ばっかね。また来てくれるといいわね。またのご来店お待ちしております。だんだん赤紫。こんな感じでよかったかな。ありがとうございます。まあ、ね、今回実験的なものをね。そうそうそう。あ、美味しかった。美味しい。
あ、これみんなに見せましょう。じゃん。うん。スペアリブ。うん、あの本当にね、3分の1も聞いてなかったね。まあね、でもね料理の説明は長くなるよ。あの前回言っていただいたようにブログに載せさせていただきますので、ママの方から。そうだよ、中の人禁止中の人禁止でだな、はいはいはい、今時点でちょっと枠が尺が余ってるんだよ。ほう、もう一回言っとく。ぜひお願いしますというわけで社長、もう一回 CM 風告知をエンディングでします。はい、わかりました。え、これは振りではないよね。もう一回、もう一回するのだよ。あの先ほどのやつもちゃんと流しますよ。ありがとうございます。はい、それではエンディングからいきます。エンディングです、はい、エンディング。というわけで、はい、リスナーの皆様本当に申し訳ありません。どうしても池田ゆうきくんがどうしても先ほどのあらすじはもう一回だけ、もう一回だけ僕にチャンスをください。リベンジプリーズと私にね、スライディング土下座をするものですから、それはもうやっぱりね、やらせてあげようかなと。地面に、私もね、地面に這いつくばりました。鬼ではないのでって言って、私が噛んだらまずいよな。いや、ごめん、あの、うん、でもあまりプレッシャー足りないんだね。オッケー、じゃあ、うん、もう一回いっとこうか。行きましょう。はい。病気ですね。妙につかみどころのない医者から告げられたその言葉をただ一つの理由に、軽い体調不良で訪れたはずの K は現在ここに入院している。この異様な病院に。まるで精神病院みたいだな。男女共同の病室、確実の問診以外部屋からの外出は一切禁止され、時折聞こえる悲鳴とともに、その時問診している患者がいなくなる。とうとうまた来てしまった。再び殲滅の時が。今度こそ、今度こそ俺も選ばれる。ああ、ああ。一体その患者たちはどこへ行ったのか。残された彼らに与えられた謎をめぐって、院内に蔓延する不気味な噂。果たして医者は何をしているのか。ではそろそろ治療を始めましょう。あんた悪魔だ。劇団虚言癖第3回公演、戯曲虚病。患者たちに退院の時は来るのか。おおすごい切り替えが。というわけでですね、よかったですね、リベンジができて。あざーすこれをな、一発目になやってほしかったんだけどな。まあいいや、さ、どうぞ。はい、ちょっと待って、さっきその公演日程の話をするっていうところじゃない。あ、そうですね、うん、はい。あのですね、先ほど土日どちらも都合がつかないというコメントをいただいたんですけれども、ニコ生の方で、ですね、全8回公演のうち12月1日と12月2日の15時の回、これが女性版です、うん、なので他の回、11月30日の15時18時、12月1日の12時18時、12月2日の12時18時、これが男性版となっております。これに村別が出ます、はい、という説明で大丈夫ですかね。大丈夫ですかね、はい、うん、またわからないことがあったら何でもって感じですかね。はい、あの詳細などはすべてですね、あの劇団のメールアドレスに、まあ後で告知するんですけれども、こちらにご連絡いただければ随時私が対応しますので。あかね嬢が、はい、はいはい、ではでは、番組ではリスナー様からのお便りを募集しております。茜嬢があらゆるアイテムの違いを当てるコーナー、キキキクチでは
比べてほしいアイテム、バスゲームとして茜嬢が言わなそうなセリフ、または言ってほしいセリフを大募集。そして名物ママがいるバー村別では、気になることや希望の料理メニューなど受付中です。もちろん普通歌も大募集。お便りの宛先は赤紫 @alpha-radio.com へどうぞ。はい、そして先ほどコーナーで告知した劇団巨源癖第3回公演巨病、チケットのご予約は劇団メールアドレス g_kyogenheki@yahoo.co.jp までどうぞ。そしてですね、次回のだんだん赤紫、記念すべき一人目のゲストをお呼びしますので、どうぞお楽しみに。おぉ、ヤッホー、もう今からね、テンションめっちゃ上がってるんだですね。あ、で、わからないこととか、公演の詳細が知りたいという方もですね、劇団メールアドレスにどんどん、ご連絡いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ぜひともご来場くださいませ。というわけで、パーソナリティは、茜嬢こと菊池茜と、村別こと池田勇気でした。 See you。 この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの制作でお送りしました。だんだん赤紫、聞き直すのが怖いですね。そして俺すっかり忘れてた、にゃんな。そう私も忘れてた、リベンジのことで精一杯。いや、私もそれでいっぱいいっぱいだった。まあまあまあいいでしょ、うん、オープニングだけでそれです。まあなんかもう僕は今日は何も言えません。よし、さあ次の、これいつ入っていいんですかね。これいつ入っていいんですか。実はですね、もうゲストがですねいらっしゃるんですね。ずっとね僕の横に座っていただいていたんですね。画面には見えてなかったけども、いつ入っていいんだろうねこれね。ね。IT1 ですよね。あ、はい。はい、あ、カメラもその時にですかね。オープニングの後に。あ、わかりました。いいね、了解でございます。わかりました。じゃあもうちょっとあれですかね。そのまま次でじゃあ8回放送オープニングの方へ行きます。はい。あ、でも結構あれかな、時間あるね。うん。まだ7時だ。7時13分だ。しかもオープニングめっちゃ早いしね。うん、いいですか。はい、大丈夫です。井田さんは大丈夫です。はい、了解します。お願いします。お、こういう宣伝は新鮮ですね。だってだんだん赤紫、どうも茜嬢です。どうも村別です。はい、この番組は僕たちのフリーダムトーク、グルメなところもある混ぜ込みご飯です。そしてそこに隠し味を入れちゃいます。今夜記念すべき一人目のゲストをお迎えします。うわーい、来たー。ちょっとお前うるさすぎる。はい、すみません、うん、さあもうさっさと進めましょう、はい、第7回放送始まる、この野郎。この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの制作でお送りします。だんだん赤紫、どっち読む？この間のやつ？それだけだよ。これはこの間帰りに見たやつ。うん、というわけでですね、ゲストをお迎えしてるんです。お迎えしております。今からですね、カメラを社長に設置していただくので
あ、カメラもう上から。あ、マジですか。あれです。確保してるので大丈夫ですか。あ、そうなんですね。はい、これか。あれですね。あの、それの話は別カメラはクワズの方ですね。あ、なるほど。なるほど。クワズの用意ってもう始めちゃった方がいいのかな。T1。後で大丈夫ですかね。うん、T1。結構ね、大丈夫だと思うんだ。そうだね。うん。はあ、テンション上がった。で、これは誰なんだ、ポカーン。あの団員じゃないし、あの私の大切な友人です。はい、お待たせしました。はーい、もうあれですか、始めます。もうカメラ入ってるんですか。いや、入ってないですよ。まあ出るまでは出さないです。あ、ありがとうございます、すごいタイミングで。ではでは、早速本日のゲスト、当番組記念すべき一人目のお客様、アパーフェクトピクチャーレコード代表、山本翔さんです。はい、拍手。ありがとうございます。あ、翔さんだ。どうぞ。はい、アパーフェクトピクチャー。あ、ちょっとごめんなさい、はい、一回停止します。はい、友人。ああ、入りましたね。はい、入ってる。じゃあマイクお願いします。はい、はい、ではでは、早速本日のゲスト、はい、当番組記念すべき一人目のお客様、あ、パーフェクトピクチャーレコーズ代表、山本翔さんです。拍手。ありがとうございます。どうぞ自己紹介を。ありがとうございます。あ、パーフェクトピクチャーレコード、ちょっと長いんで APPR、山本と申します。うちのレコードは、音楽だけではなく映像写真などアートすべてを配信すべく立ち上げたレーベルです。個人的にはキク、ちゃんとは、前の職場が一緒で、いや、もうかれこれ4年ぐらい、4年ぐらいかな。そう、お付き合いがありまして、呼んでもらいました。はい、村別さんは、今日、そうなんです、今日初対面なんです。初対面だからね、はい、なんか開始2時間ぐらいでまだ目を合わせてもらってないって翔さんが言ってました。そうですね、合わせとけ、合わせとけ。すごい今合ってる、すごい合ってます、合ってるね。うん、だいぶいいね。 すごいインパクト。怖い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 。あの、まばたきはしていいのよ。あ、そうなんだ、ありがとうございます。はい、それだけは嬉しい。というわけでですね、あの、本日は山本翔さんをお迎えしまして、あの、進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、翔さんも一緒にふつおたを読みたいと思います。どうぞ村別。はい、赤村の方からふつおたが来ております。はい、カッパデラックさんです。やっほー、赤根城村別さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近学校の友達とかっぱ寿司にお昼を食べに行ってきたんです。ほう。毎回かっぱ寿司なうってツイッターでつぶやくと、玉食いとか言われるリツイートが返ってきます。うん。遊び半分でリツイート返してコミュニケーションをしています。うん。ところで話は変わるんですが、うん、お二人はお寿司は何が好きですか。うんうん。僕が好きなのはベスト3を言います。お、ベスト3。第3位、かっぱ寿司のサラダ。ん。うん。うん。第2位、縁側。おう、第1位、サーモン。おう、かっぱ寿司にしかないサラダ、時々食べたくなります。縁側はあの食感が好きです。サーモンは玉ねぎが乗ってたり炙ってあったり大トロのところがあったりと、たくさんネタが豊富なので大好きです。お二人の好きなネタを教えてください、何ですか、というお便りです。なるほど。ちなみに多分かっぱ寿司のサラダって、うん、なんか軍艦巻きみたいのにサラダが乗っかってるやつだと思うんだけど。あ、そうなんだ。そう、サラダではなくて、私サラダってなんかシーザーサラダとか、そう、そういうんじゃなくて多分回ってきちゃうのかな。そう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 。サラダでーす、どーんって野菜が来るのかと思っちゃいました。本日はゲストもいるということで3人の、はい、ね、好きな寿司ネタを。そうね、まずはじゃあ村別から聞こうかな。お、僕か。うん、やっぱウニかな。ウニか。うん、本当はね、ウニって俺大嫌いだったんだけど、うん、あのね、北海道で食ったウニがめちゃくちゃうまくて、うん、それからハマっちゃってね。また北海道かよ。ダメ、いいよ、うん、特別な許可しよう。特別なんだ。あとは、え、あ、ベスト3なの。あ、いいよ、全然3ついっちゃえ。3ついっちゃう、うん、あとか、やっぱマグロの中トロかな。うん、うん、
あともう一つ、結構さ好きなのいっぱいあって迷うな。うん、いくら。なるほど、ウニ、中トロ、いくら、うん、これは絶対に食べるね。なるほどね、確実に。ふんふんふん。で、あといいのがあったら取るみたいな感じかな。そう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 。なるほど、うん、まあ美味しいっすね、うん、お寿司大好きです。じゃあどうしよう、次はショさん。はい、なんですかね、僕とりあえずエビばっか食ってる印象がありますね。で回ってくるとよりは自分で頼んじゃったりとか、うんうん、若くってるのと、まあ、元からなんか自分今名前が生って書いてショーって言うんですけど、うん、のくせに生ものが食えなかったので。おあ、そうなの。苦手なんだ。そうなんですよ、なんか匂い的なものとか食感とかダメで、でもなんか、うん、そう昔食べてたそういう回転寿司より今のなんか鮮度がものすごいいいんで、うん、それ食べてからやっと食べれるようになったので今探し中みたいな。そうですかね。なるほど。そうなんだ。確かにあんまりお寿司食べてる印象なかったかもしれない。多分行ったことないよね。ないね。ないない、うんうん、よく飲みに行ってるんだけど二人とかで飲み屋でも別にっていう。確かに、ね、確かにそうだ。お刺身とかあんまり頼んでなかったね、うん、今までね、うん、名前ですごいネタにされてきたんでこれからいっぱい探してやろうと。生を探していこうと。行こうと。なるほど ね、 いいね。ちなみに翔さんはあれですか、もう回転しないお寿司なんですか。あれ回らないお寿司ね。何のプレッシャーですか。何のプレッシャーですか。そうなのかなと思って。そうですね、そうなったらとてもいいですね。村別さんはもちろん回るお寿司ですよね。ですね。ちなみに茜城は ありがとう振ってくれて、ね、いつ振ってくれるのかなと思っちゃった今、うん、あの切れ目をね探してた。菊池はねベスト3というかベスト4にします、菊池権限で。はい、あのね権限多いな。うん、多いよ。マグロとマグロ、イカとイカ、エビとエビ、ウナギ、ウナギ、ほう、これしか食べない。それしか食べない、なるほどね。これをね延々食べ続ける。マグロは赤身、赤身、そう赤身がいいんです。私トロだとなんか油が多すぎて、はいはいはい、赤身が一番好きなんですよ。うん、安上がり。まあでもいいものは赤身も高いからね。そうなの。そしていいものはやっぱ赤身で味が分かるとね。そうなの、ね、まあこのツーアピール、さすが違いの分かる女。違いの分かる女。ちょっと待って、それだとさ菊池外しまくってんじゃねえかって言いたいんでしょ。別に何も言ってないっすよ。ないんでしょ。何も言ってないっすよ。どうせそうなんでしょ。そんなこと言わないっすよ。うん、わざとらしいね。まあ次のね、おや何が次の菊池は期待してますよ。期待しててください。はい、はい。まあそんな感じでね、また拗ねちゃった。というわけで今回のふつおたのカンナでした。何か他にありますか、はい、あ、なんかトークしようよ。トークしようよ。トークガンガントークしようよ。うん、そうね、何食べましょう。そうねってなんでママになっちゃったの。ママなってない。、うん、引きずっちゃった。なってない。引きずっちゃった。ママなってない。うん、なんかあの、そうそうそう、初対面なんだからなんか聞きたいこととかないの。聞きたいこと、うん、なんかありますかね。イケメンですねとか。あ、お年はいくつなんですか。今年30になりましたね。マジっすか。僕と知ってるだろ。わざとらしい。めっちゃわざとらしいな。マジっすか。見えないっすね。ありがとうございます。なんかあまりお若くいらっしゃいますね。どうしたんですか今日。何か音好きですかこの後。怖くて怖くてしょうがないですよこの流れは。この番組は私が牛耳っているからな。そうです、ね、間違いなく間違いなく間違いなく女帝ですよ、うん、女帝ですね。そこでなんかこそこそ言わない。ちょっとここはちょっと分かり合っちゃった。分かり合ってる。そう、あとさ菊池ちょっと気になってるんだけど、うん、君たち二人とも同じような格好をしてたじゃない。うん、そうね。今日ね待ち合わせ場所にさ行ったらさなんか二人ともメガネかけてて帽子かぶってて、うん、ジャケット着てるもんだから何示し合わせてきたのかと思った。実は裏で繋がってたって。そう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 。実は前から友人だった。前から知り合った。私の知らないところでみたいな。実は。うん。実は繋がった。思っちゃいました。はい。まあ打ち合わせの段階でね、まあ目も合わさずにね過ごしたようなんですけれども。そんなことないと思うんだけどな。なんかそれだと完全な俺がコミュ障みたいで嫌なんですよ。違った。あそこは一応否定していきたい方向なんだけど。あ、そう、うん、そうだね、うんうん、失礼しました。もうねその方向性でいくんだね。じゃあもう尺ないから、うん、いいよ、切っちゃう切っちゃう、うん、切っちゃうんだね。以上ふつおたのコーナーでしたよ。俺年しか聞いてね。だんだん赤紫、あまりにも尺がさ、うん、5分台だったからちょっとなと思って、うん、伸ばしちゃった。いいと思う。じゃあ用意しましょうか。用意しよう。あ、ほんとだ、なんか出てる、はい、そう、こんな感じなの。あ、そうだ、これ預けてたの、ありがとう。
年寄りより気になることあったでしょう。そうなんだよね。そうですね。急に出てきてこいつなんだみたいな。翔さん緊張してる？あんまり。あんまり？多分ね。喋っていいんだよ。多分翔さんより僕の方が緊張してるのかな。お前かーい。はい。緊張ゆうゆうな、どういう感じかなっていう探り探りな感じ。ああ、探り探りな感じね。探り探りな感じがね。まあ、探ってる間に終わらないように頑張りましょう。うん。次はスペシャルコーナーでございますよ、皆様。いや、私ね、本当にね、このコーナーを、ラジオ始めてからもずーっと。今回多分、茜城の方置いといた方がいいと思う。さ、私が考え深く語ってんのに。いや、いいですよ、いつも通りで。ごめんね。うん、いいよ。また、ABC でやりますか？あー、それ、していただけたらすごくありがたいですね。お、あ、でも ABC ではないので、なんだろう、まメニューが見える状態であれば、うん、あれ、今日は何も勝負しない。勝負です。勝負です。なんですけど、お互い3品あって、あ、はいはい、っていうことで、でお互い当て合っていかなきゃいけないというところで、来た瞬間勝負ですよ。もう出てること自体勝負なのに勝負の男、勝負、勝負しっぱなしですよ。なんかもう歌舞伎や誰かさんみたいなこと書かれてますけど、すごい、ゲストの方見た瞬間どっかの歌舞伎役者の人に見えたって。ああ、よく言われますね最近、この髪型にしてから。どこに、あのボッコボコにされちゃった人ね。あちょっと調子こいて、あれされた人だっけ。そうだよ、そう、されちゃった人、ちょっと調子こいててされちゃった人。そうそう、いやそうですね、あんまりそこら辺は突っ込まないように。次ある。あかねじょ、お箸もう一個あります。おもん自然ありますか。あるって知ってんだろ。うん。だから当たり強いな今日。さすがですな。うん。デレのないツンですな。もうツン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 。いや、菊池デレないよ。ただそれに喜んでいる方が目の前に。実は喜んでるんだね。今目で語り合っちゃいましたよ。実は喜んで、確実に目で語り合いましたよ。今一瞬のうちの中で精神世界での開口があった。開口があった。そこ更新しないでやったな。本当にもう、あ、熱い熱い熱いですな。いいとこれ邪魔。今？え？このタイミングで？何が？何でしょう。僕は逃れられないですからね、振られたら。逃れられない。逃れられない。逃れられない。逃げれない。逃げれない。逃がさない。見てる人も多分分かんなかったと思う。今分かりづらかったと思うよ。絶対私後で YouTube 見直そう。怒られる、怒られる。怒られますね。大丈夫、俺は怒られないです。だからでしょ、お箸。うん。おう。おい。あ、ありがとうございます。翔さん、そのお箸で大丈夫ですか。大丈夫です。続き、はい、ありがとうございます。あ、もう完全に開けちゃう感じなんだね。うん。この辺がいろんな、向こうか、そうだね、この辺がいろんな匂いで充満する気がする。ここはデレだと思うよ。デレだ、やったー、やったー。あの、ごめん言っとくけど、村別に出れる日は来ない。別に俺聞いてねえよ。ごめんね、うん、本当に今俺一回も求めてねえよ、うん。なんで俺今飛び火だよね、飛び火だよね、飛び火だよね。これ上にやっていいの。上でいいんじゃないかな、はい。あ、しかもすでにスルーされている。おやおや。楽しくてしょうがないんだよね、こういうのがね。並びはこんな感じでいいの。あ、そうだ、順番通りにした方がいいよね。そうだね、うん、こうしようか、そう、こうしようか、こうじゃない、手前からこう置いた方がよくない。そのお互いのさ、こういう感じで、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、いいね、いいね。並びはこんなで、で、ちゃんとカメラに映るように。見えますか。この辺がすごい匂いになりそうなんだね、これね。これだよ絶対。分かってる。これもいっちゃうとな。おー、なんかついてますもんな、蓋に。ガス吸収剤。ほら怖い。発酵するからですね。本当は出れてほしいんでしょ、村別さんだって。確かに出れてほしいんか。そりゃさ、たまには心の折れそうな日に。匂ってきましたな。匂いがすごい当たってる。うん、すごい。マジで臭い。あでしょ、うん、言ってんじゃん、臭くなるよ。ちょっとこうペタッてしといて、食べるまで。あ、そう、ね、ペタッとしといて、ペタッ。そうですね、すごいな。こんななんかコンパクトなものも売ってるんですね。売ってるんですよ、おー、すごい。確認するんですけど、はい、菊池さんとゲストさんが勝負するんですか。いえ、村別とです。隣同士で対決、はい、隣同士なんです。すごいっすな、匂いのこのミーツミーツミーツ、スメルスメルスメルが
スメルパニックですかね。パニック起きてますね、確実に。一つ言うと、菊池さ、キムチ超嫌い。匂いもダメ。なんか遠回しに文句言われてるよね。全くそんなの選びやがってよっていう。あ、翔さんも尿もなくない？大丈夫ですよ。あ、結構。そう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 。あれはなんか後から登場するのかなっていう。ごめん、俺さ、あれ多分ブッソと置いてきちゃったかな。どうぞ、まだ。はい。取ってこーい。いらっしゃいませ。こっちから出ても平気ですか？あ、そっち出れません。あ。あ、すいません。すごいですな。壁を越えましたな。確実に。おお、なんかカメラが。翔さん、カメラに向かって。カメラがね、あれなの。お、いいね、いいね、いいね。いい図だね。どうしましょうね。なんか、そうですね。いや、カメラ慣れしてない感じがこの。私もそうなの。だから最初さ、すごい緊張しちゃって。てか、どのカメラがどう動いてるのかが全くわからないんで、ね。あ、このカメラがここに。もうこの、はいはいはい。あー、最初のね。うん。なるほど。わかりやすいようにするので。はい、お願いします。カメラ邪魔だと思うし、ここ入れていいですか？全然大丈夫です。翔さん、プッシュの音合わせましょうね。お、結構近めで、近めで、はい、プッシュプッシュ。すごい、これ片付けます、片付けます。はい、ゴミ袋いる？これも大丈夫ですね。じゃん、ふたが、ふた、それに、そうです。でこれ重ねちゃって、こうしちゃって、はい、なるほどなるほど。この蓋とかピンとこっちに寄って、いつになくテーブルがね。はい、これは飲みます。飲みます。はい、じゃあもう少しどうしようかな。寄らせた方がいいですか？手前側で勝負できますか？はい、こうですか？はい、で映像もちょっとそれに合わせて顔を前面にさせてみたいけど、できるかな。お、すごい、すごい画面になっていますよ。素晴らしいことになってますね。なんかミュージックビデオみたいな。この音楽流せば。ねえねえ、年より気になることあったでしょってコメントさ、なんだろうね。なんだろうね。え、菊池と翔さんの関係とか。おや、おや。そこは、おやおや、そこは電波に乗せていいんですか？電波に。やだ、どうしよう。カタ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 。実は、はい、簡単に言うと、男女の友情があり得るというのを見事に表現した関係だよね。確かに、ものすごい言い当ててますね。でしょ？その通りだと思います。うん。すごいよね。ね、本当そうなのよ。本当に本当に。別に全然否定してないよ。うん、いい意味でね、そのなんつうの、もの、男を意識とか女を意識ではなくて、しない。一切しないですね。ただの仲良しさんです。ね。私的にはもうお兄ちゃん。うん、うん、それはね、前聞いていましたね。うんうん、兄的存在なのです。ありがとうございます。はい。埼玉の兄貴と呼んでください。埼玉の兄貴。埼玉の兄貴。こっちはまだ兄貴になってないな。なれなれしいんだよ。なれなれしいね。びっくりしたよ今。ほらほら、いいね、いいでしょ。もっとやれ。なんかさ、あの、多分画面からは見えないけど、どんどんこの端っこでちっちゃくなっていくよ。なってってるね、なってってるね、うんうん、だいぶなってってる、だいぶなってってるね。あ、カメラがいい感じな。お、すごい、あれ系。菊池、暑いこれ。暑いですね。ニコニコ生放送自体を見るのが初ですからね、自分自身が。私もでも見たことなかったよ、収録するまで。最2位ありがとうございます。最2位、最2位か。最2位かっこいいな、なんか魔法使えそうな感じがするな、ね、魔法か魔法剣士かどっちかみたいな感じ。最2位、ね、剣士がいい、剣士がいいね、剣士がいい、剣士がいい。何の話だ。広がりも多分しないぞ。最2位、さすがですね。拾ってくるらへんが面白い。拾うところは拾うけど、捨てるところは捨てる。そうですね。村部さんは、ね、それが菊池クオリティ。村部さんはねって今ボソって言われたからね。そうだね。そうですね。原則のこう切った方が面白いというか、切り口が鋭利なほど面白いというか。まあ、基本的にサンドバッグですよね。それ殴る方になっちゃいましたね。うん、剣士が、剣士が、ね、消えちゃった。あ、だからあの的ですよ、的。あ、的。あの、そのチュートリアルで練習する、練習切りするみたいな。チュートリアル、かなりゲームの少し映らなくなります。はーい、お、
僧侶か勝負状態僧侶かプリースト。君たちコーナー大丈夫？コーナーだとほとんど分かねちゃうじゃない。まあ私進行のもとだけでしょ、うん、そうですね。俺が覚えておくのは順番だけどですね。はい、好きなものばっかで楽しみだな。そうですね、とりあえずなんかまあ本編で説明するからいいか。うん、いいや。何があるかわからないって言ってた。おお、キッチラーの指輪が光ってる。これね、ウィザードが。ウィザード今日ずっとつけてたそれ。うん、さっきここでか、うん、ずっとつけてたのであれば全く気づかなかった。うん、うん、さすがにね、この大きさは気づくでしょ、つけてたら。だよね。うん、茜女は魔法使いかな、だって。ぽいぽい。やった。魔法使い。なんか文句あんのか。あります。あんの。じゃあ何がいいと思う。武闘家。目が怖い。危ない、放送事故になると思った。目が怖い。武闘家じゃないのか。すごいシンパシーを感じてらっしゃる方もいらっしゃるけど、まあ、武闘家というかね、確かに柔道できるし。あ、できるんだ。初段ですよ。初段はでも型ができれば誰でも取れるんです。へー、うん、初段から黒帯なんですけどね。怖い怖いよ。そう、ね、投げられるね。あまり俺は多分ないと思いますけど。そうだよ。そこちょこちょこ入れてくるんですね。そこはそうだよ。そうでしょ。翔さんあれだよ、お前と俺は違うってことを言いたいんだよ。知ってますけど。そうですな。何これ、あの村別ディスカイ。あ、でもさ、こうなると思ったのでしょ。にそう、うん、絶対こういう展開になると思ったの。村別ディス理解だよね、これね。そうですね、まさに針のむしろといえばこんなもんですね。確実に。ごめんね、一応謝っとくよ。うん、全然今響かなかった。うん、はい、こんな感じでいいかな。お、目が、後から多分ずれると思うよ。ついでに赤根さんは映りません。はいはい。で、映像で一応2人が勝負するとどっち食べてるか何か食べてるかは一応分かるようにはなってます。なるほど。うん、これ今遅れてますよね、動画。ん、そんなに遅れてますか。なんかこれがあれですか。あ、ちょっと待ってください。あ、ん、お、戻った。今リロードさせました。あー、いいですね。素晴らしいですね。おお、いいですね、この図。あ、で、うん、食べる姿をできたら映したいですね。ゲストさんは上なんですけど、上ね、カメラ目線で、ね、こう食べろと、はい、うん、そうです。なるほど、できたら。ありがとうございます。できたらちょっとチラって感じでチラチラ見てもらえると。チーズが乾燥する、チラリズムや。チーズが乾燥するってきてますよ。剥くの早かった。いやいや、でもかなりジューシーな。ジューシー。はい、お待たせしました。危ない。音楽が日本系のやつですか。あ、バトル的な感じでも、この間みたいなのでも全然大丈夫です。バトル的な。はい、ちょっと、バトルどうしようかな。すごいな。じゃあちょっと待ってくださいね。はい、待ってます。なるほどね。おお、こう向いて。なるほど。あ、これいいな。おお、いい感じだな。なんか RPG のバトルっぽいね。確かに。そっからもう映ってないからね。そうですね。アカネジョへのボイスのみっていうところだね。ああ。音声のみでお送りしてます。サウンドオンリー。男性ファンが。菊池さんが後ろにあるカメラ。はい、に映れば大丈夫です。覗き込む目の前に。また後頭部の回になるだろう。いい、ね、出た瞬間、戻った瞬間なくなってる。怪奇現象。ささっそんな一瞬で食うんですか。すごいな。いや、誰も僕が食うとは言ってませんけど、何か。あ、映った、マジだ。やめぞ、風当たりが強いぞ。うん、ビシビシいくね。今日は風当たりが強いぞ。うん、強いね。これは負けらんねえぞ。負けらんないね。うん、いや、ま、でも、うん、言っておくと負けてね。これは
真剣勝負じゃなかとですか。え、もう一回言っとこうか。負けてんの、え真剣勝負じゃなかとですか。楽しみだな。楽しみですな。それはあれかい、あの僕が食べてる時にこれ本当は嫌いなんだよねみたいなことを言うってことですか。いや、私が言うよ、それ村別嫌いだよねとかもうそれは勝負にする意味がない。でもだからそうやって私はこうごちゃごちゃさせていくの。あ、なるほどね、うん、なるほどね。もうなんて陽動作戦、うん、村別はこの6回7回は涙目でお送りします。6回終わんなよ。だから6回7回は、うん、あー確かに多分1週間引きずると思う。よかったよかったざまあ見ろあれ翔さん分かってきましたねあれ求められた、ちょっと嬉しそうじゃん、ね、求められちゃいやね、していただけるってことはね、うん、こう関係が築かれていってるかなって思えるじゃん、うん、そうとは言えないと思うけどあもう硬い、ちょっとやり、あららら、はい、お待たせしました。はい、あ、ちなみにコーナータイトル、あ、タイトルコール、はい、がですね、第1回赤村食わず嫌い王決定戦なので、はい、了解しました。はい、なるほど、すぐ喋り始めてないですか。あ、それで大丈夫です。わかりました。はい、じゃあ音楽小さめにしておきます。お願いしますはい、それではいきます。はい、第1回赤村食わず嫌い王決定戦。わーはー、うっせパチパチ、うっせ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 さあゲストをお迎えした特別企画、言わずと知れた某番組の人気コーナー、司会は私、劇団狂言癖マルチリーサルウェポン菊池あかねです。そして対決するのはこちら、先手アパーフェクトピクチャーレコーズ代表山本翔。いや、これは負ける気しないですね。後手、劇団狂言癖宴会部長村別。っていいんだよねダメに決まってるだろうさあルールを説明します。今日はですね、酒のつまみで2人が好きなもの3つを用意しました。はいはいはい、この中を1つずつ食べていただきまして、お互いのリアクションなどを観察していただきまして、はいはいはい、1つだけ嫌いなものが混ざっております。そう、斬新。なんでそんなリアクションわざとらしいの打ち合わせしたでしょ、うん、うん、あれ。というわけでですね、順番に食べていただきたいと思うんですけれども、先生その前に乾杯したいです。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、あのノンアルコールビールを、じゃあせーのいいね、いい音だ、乾杯、いい音だ。ノンアルコールなのでご心配なく。はい、おいしい、あ、おいしいね。さあ早速ね、あ、ちょっとずれちゃったもん、大丈夫かな、ね、大丈夫ですね、はい、はい、というわけで、事前に順番を決めておりますので、はい、まずは、先手だから、どっちが先に食うんだ。先手だから攻めるから、俺が食うんじゃないかな。じゃあ村別、はい、一つ目のメニュー、あ、まず二人のね、うん、好きなものをそれぞれお伝えしますと、ね、山本翔さんの大好物はオクラ、チーズ、佃煮、うん、この3つです。はいはい、村別の大好物は、うん、生ハム、うん、キムチ、うん、塩辛でございますね。この3つです。この順番に各食べていただきますので、ほう、それでは村別、はい、1つ目の生ハムをお願いします。どうぞ召し上がれ。食べていいですか。はい、お願いします。で、私はね実況していますけども、1枚目こう取れ、これ取りづらいね、きっと ね、はい、2枚取りちゃう。いや、でもここから演技かもしれない。さあ村別が1枚生ハムを取りまして、実はこれ2枚なんだよね。2枚いけ、2枚いけ、好きでしょ。好きなんでしょ、大好きだもんね。大好き、うん、2枚取りまして、今半分こにしてますね。なるほどね、剥がれないから半分にしたら1枚みたいなね、うん、さあどうぞ、もぐ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 、うんうん、うんうん、どうでしょう、うん、美味しいですか。 いつもの味、うん、うん、美味しいね、うん、あ、すんげーわざとらしい、はは、うん、ちなみに村別はこの生ハムが大嫌いです。ありがとうございます。はい、美味しいな何かを何かで流し込みます。あ、もっと食べていい、もっと食べていい。あ、言われもしないのに自分から積極的だな。ありがとうございます。はい、二口目いきましたね、うん、さあもう一回言いますと、村別はこの生ハムが大嫌いです。ありがとうございます。さあ次翔さん、はい、一つ目のオクラを、はい、
どうぞ召し上がれ。見てなよ、ちゃんと見てなよ。なんか流し込んだでしょ今。あ、本当だ、うん、村別ビールで流し込みましたね、うん、うまい。おやっぱね、酒には合うね、うん、これね。おですね、いいっすね、うん、いい食べっぷりです ね、うん、ね、ちょっとこれはなんかすげっぽいな、うん、はい、なるほど、すごい目で見られちゃった今、はい、どうしよう、うん、なるほど観察眼が気持ち悪いそうです。こんなのいいですか。気持ち悪いが、はい、翔さんこれ大好きだもんね。ありがとうございます。はい、では2つ目村別キムチを召し上がれ、はい、キムチでございます。これが匂いの元でしたね。うん、臭いねマジで。すごいキムチ。さあ、村別がキムチ、白菜ですかね、この部分は、ね、取りまして、はい、もぐ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 、いい音。おー、うん、どうですか、おいしい。うん、おいしいそうですまあ村別これも嫌いだね、うん、うん、間違いないね、おいしい、うん、すごい嫌いだもんね、うん、超うめえ、うん、超うめえ、うん、うん、言いたかっただけ、うん、だろう な、うん、な、ではでは、いいですか、2つ目、翔さん、うん、だですね、チーズですね。チーズですね。いただきます。召し上がれ。ちょっとね、これね、キキちゃんが剥いてくれたんで、一口でいきたいと思います。おっ、うん、うまい。いいですね、食べっぷりが、うん。普段よりもっとうまい。すごい飲んでるけど。キャッキャッしちゃう、うん、さあ、どうですか、ちゃんと見てますなんかね、うん、口を膨らませてごまかしてる感がね、おペン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 、うん、する感じ、うん、さあ、いや怖い見すぎだお前は顔このぐらいには近くにあるみたいな、ほんと近いよ、10センチぐらいのところで見られてるくらい、うん、怖い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 、はいはい、夜と君画面うるさくなるからやめて、はい、次最後ですね村別最後はサザエさん、塩辛、サザエさんの容器に入ってますね。おお、ではどこどからいただきます。塩辛、それ何の塩辛ですか？イカですかね？イカです。イカの塩辛ですね。うん。うん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 。もぐもぐもぐと、うん。どうですか？おいしい。うん。村別これも嫌いだもんね。うん。うん、大好き。なんだこのやりとり。もうちょっといい返ししましょうよ。うん、ほらダメ出しされてやんの、プップ。食べてると喋れないからさ。はい、じゃあ村別のターンは終了ということで、うん、最後に翔さん。ありがとうございます。つくだ煮、つくだ煮ですね、ですね、ですね、ごま昆布のごま昆布ですね、つくだ煮です。ちょっと真ん中から豪快にいこうかと。ありがとうございます。ガン見します、ガン見します、これガン見、怖い、ガン見しすぎ、怖い、怖い、うん、うん、麺料理のごとくすりますね。麺料理ですよ、まさにこれは適当ですね、今からしが。なるほど、うん、うまっ、美味しそうに食べてますね、うん、うん、おー、なるほどね、ふん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 、わかりました、はい、わかった、わ、はい、かりました。ではお互いの料理を食べ終わったということで、うんうん、いいですか、飲むんかい、すごい飲んでるな、うん、もしかしたらね、口の中をこう洗い流してるのかもしれない、洗い流、次にね、うん、そうそうそう、では参りましょう。お互いの嫌いなもの見抜けましたでしょうか。大丈夫ですよ、翔さんは。まあ間違いないでしょう、ですよね、はい、まあ、では先手からですよね。先手山本翔、披露。生ハム。ほう、これはそう思われた理由は、おお、やっぱ来た。そうですな、なんかまあこの流れ的なものも見て、はい、見つつなんか一つだけ浮いてるのと、明らかにあの戸惑った感のある食べ方と、なるほど、いやめくれよみたいな、なるほど、嫌いなのか箸が下手なのかみたいなそして口笛吹けてないっていう、うん、なるほど、わかりました昭和か。後手村別、ヒロ。オクラですね。んなぜそう思われましたか。いやなんかね、いやまあ最初ってのもあったんだけど、もう勢い任せ感が見えてたんだよね。なるほど、うん、その勢い任せ感から見て、さらに言うと確かにこの中で同じ意見になっちゃうけど、浮いてる感があるんだよね、オクラだけね。おー、うん、なるほど、わかりました。全部加工食品なのに、オクラだけそんな理由そこポイントになるか。うん、まあいいけど、そういうとこも見てるんです。なるほど、うん、意外と、わかりました。ではお互いの意見が揃ったところで実食。ちょっと待って、こっち時間かかんだよさあ、お互いの引き当てた村別は生ハム、翔さんはオクラを食べます。一緒に食べてくださいね。一緒に。せーの。
もぐ、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 はい。当たっちゃったら、なんというか分かってますね。さあ、お互いどうなんでしょうか。これは、うん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 。探り探り、なぜかビールを飲んでいる。飲むんじゃねえ。うん、うん、うん。さあ大好きです。参りました。うわあ、マジかよ。やべえ、これはいろんな意味でやばいな。マジかよ。というわけで見事正解しました。村別さん拍手。いろんな意味で拍手。はい、山本翔さんの、ああ嫌いでしたね。嫌いでしたね。どうぞどうぞ飲んでください。山本翔さんの嫌いな食べ物はオクラでした。なぜこちら嫌いなんですか。もうなんですかね、もう食感からこのネバネバした感じというか、もうなるほど、全体的に、しかもなんかすげえ量持ってきたしと思って。ちなみにこれ菊池が塩茹でしたんですよ、すいません。だからちょっと苦くなかったのかな。あ、いいコメント。では勝者、勝者、その前にあれだよね、あの俺のが何だったのかもう一回当ててもらう。勝者村別さんの嫌いな食べ物は何だったんでしょうか。それはまあ勝者に当てて。勝さん次何だと思います。サザエさんかキムチ、うん、うん。どっちだと思いました。キムチ。ハズレです。そうなんです。村別の嫌いな食べ物は塩辛大嫌い。この用意してきた感が半端ないんだもん。なぜこちら塩辛嫌いなんですか。もうなんかね、最初食った時ね、気持ち悪くてウエってなっちゃったの。もうそれから食えなくて、子供の頃食った時はもうダメで、はい、この腹渡感がダメなんだよね。なるほどね、うん、はい。というわけで見事勝ちました村別さん。はい、勝ち上がりました村別さん。はい、もうびっくりしました。わー、私わー。というわけでですね、負けてしまった山本翔さんには罰ゲームを受けていただきます。どんどんパフパフどんどん勝ちましたよね。ご用意しました罰ゲームといたしましては、山本翔さんは音楽をやっていらっしゃいます。村別は役者をしております。なのでお互いのやっていることを交換してみようという試みでございます。お、山本翔さんには先ほどというか第6回放送で村別が言いました村別の役のセリフ、うん、こちらを言っていただきます。うわ、さあ準備はいかがですか。あれ、どこ全部。いえいえいえ、あの一言だけで結構でございますよ。ここだけいきましょうか。はい、それでは山本翔さんの貴重な演技、3秒前2、1。とうとうまた来てしまった。再び選別の時は、今度こそ俺も選ばれる。ああ、ジャニーズ演技みたいだね。いやー、わー怖い。あー、これ結構屈辱でしょ、罰ゲーム。すごいムカつく。でしょうね。すごいムカつく。でしょうね。すごいムカつく。3回言っちゃった。はい、3回言っちゃった。というわけでですね、まあ、見事勝ってしまった村別さんなんですけれども、ね、まあ、コーナーを盛り上げるためとしてはやっぱりここは村別さんに負けていただきたかったところではあるんですよね。はい、ちなみに村別さんにご用意した罰ゲームというのがですね、私と翔さんが大好きなあるバンドの曲を歌っていただくというものだったんです。お、どうですか。どうですか。どうですか、やってみます。これは、これはおかしいな。おかしいな。おかしいな。まあまあまあ、まあ、空気感というか、まあ、そうですね、流れてる空気が完全にアウェーだぞ、アウェーだぞ。さあ参りましょう。し、私と山本翔さんが大好きなバンドとはアジアンカンフージェネレーションで、お願いします。曲はディライト、これを歌っていただきます。ちょっと知ってるけどちょっと知らないっていう、この微妙な感じ。よし、じゃ ありがとうございます。君が知っているリライト歌っていただきましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと5秒時間ちょうだい、今せいです。5秒。5秒、大丈夫だよね。うーん、名曲。え、どれぐらい歌うの。え、ワンフレーズで結構です。名曲ですよ、本当に。そうですな、上がりますね、聞いたら。ご用意はいかがですか。頑張ります。では本当に知らない。では歌っていただきましょう。池田勇気さんで、なんでディライト。やっちゃってリライトしてララ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 ラ、もう勘弁してください。お前バカにしてんのか。してないよ、知らないんだよ。やばいな、これで許せるのかな。というわけでです
ですね、ゲストをお迎えした素敵な素敵なこの第1回赤村食わず嫌いを決定戦、大盛況のもと無事終了いたしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、まあかなりお二人とも屈辱かと思いますけれども、私だけが一番楽しかったというコーナーで締めくくりたいと思います。はい、以上第1回赤村食わず嫌いを決定戦でした。た13分30秒です。おー。はい。次にジャスラック的に問題があるので、後ろの歌はカットされます。わあ。そうなんだ。はい、放送できません。あ、そういえばなんか前聞いたな。はい、曲は放送できます。はい。これはもううちらの反応でね。うん、ニコ生の方では残ってます。あ、わかりました。よかったよかった。はい、一番美味しい展開にはなりましたな。あ、面白かった。一番ダメージを受けてるのは僕ですね。こうなることは予測済みだろ。だからこそ最初から負けとけばよかったなと思ったの。でも今の展開どうやかったって負けなかったじゃん俺。うん、だって明らかにちゃんとすごい、ね、自分でちゃんと準備してきた感が半端ないから、そう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 、もう好きなんだろうなとしか思えなかったよね。あ、そういうことも踏まえてね。うん、ちなみにだから俺今日会った時からお酒好きなんですよ、日本酒が特に好きなんですよってアピールしてたんだからね。おー、これじゃない感を出そうと思って。そこからもう心理戦が実は出してたっていう、ね、そうそう始まっていたということだね。で、姑息な、ごめんね、あのさっきも言ったけどブルーチーズからシーズンになったくらいでこれはないって俺思ってたから。はぁ、まあしゃあないね、ごめんね。いやいやいや、まあ失敗したな、最初チーズって言えばよかったな。まあ何気にね、いや楽しかっただね、私ずっとやりたかったこの企画。まあ編集の方でそれなりに編集しておくので。あ、ありがとうございます。本当に負けた人はもうすぐ分かるというか、これはうん、本当の意味で負けちゃったの誰だろうなっていう。そうですね。あ、でこれカメラをじゃあ戻していただく感じで。いやめっちゃ楽しかったなこれ。そうですな、まさか演技するとは思いませんでしたね。でもね、ハードルを上げないように元役者っていうのをやめようとしてたから、ちゃんとね。あ、言わなかったの。そうです、最初言ってなかったでしょ。言ってなかった。そうですよ、元役者なんですよ。おお、そうだったんですか。そうなんですよ、元高校二十歳ぐらいまでずっと。じゃあ僕より先輩じゃないですか。いやいやいや、もうやめてますから。一番テンション高かったのは茜城だよね。ほんとそうです、その通りです。楽しくてしょうがなかった、これ。負けちゃったな。負けちゃったね。負けちゃったな。ただね、飲んでたのはただ単に酒が好きだっていうだけだったっていう、うんうん、いやだから全部流してる感出してやろうと思ったんで。うわー、役者だな。役者出しまくっちゃってるな。本気じゃん。あ、もうだから生ハムは速攻行ったのは、うん、生ハム嫌いだろって思わせたかったっていう。うわー、性格があれですな。姑息ですね。姑息。だからさ、作戦ね。でも、そこまで、せめてすごい作り込んできたな。せめてガチ勝負しようかなと思ったんだ。作り込んできた人が噛むっていうね、どういうことな。どうしたらいいんだろうな。いやでも憤りが楽しかったな、これ。なんかゲスト来たらこれ定番化したいね。したいね。私はさ、もう村別の好みとか翔さんの好み知っちゃってるから、うん、私がやるわけにいかないんだよね、うん、残念ながら。だから一番楽しいのはなんか例えば一番楽しいのは私。でもだから例えば今回は翔さんは茜城の連れてきたゲストだから、うん、だけど俺が例えばゲスト呼んだら茜城そのゲストでいい。確かに、うん、それはでしょ。そうだね、うん、おや、リベンジをしようとしてますよ。あ、そういうことなのこれ。完全に怖いわ。作り込んでこようとしてますわよ。怖いわ。あ、翔さん次のエンディング大丈夫？あ、大丈夫だと思います。はい、じゃあ用意しつつちょっとお片付けしましょうか ね。 ですね。やべ、キムチの片付け方がわからない。あ、確かに流し込む。いくら好きでもこの量を一気にってのは結構厳しいんですよ。自分の中に流し込む。両方ともパックを開け切っちゃう食べ物を買ってきた。でもこれこうもう一回やればさっきもそんなに匂わなかったんで。ちなみに菊池、これほとんどダメ。生ハムとチーズは好きだけど、うん、他全部ダメ。これもごま昆布 も、ま、ごま昆布は食べれるけど、うーん、あ、でもこことここはね、なんかセットな感じはして、まあいけんだろうなっていう、うん。俺塩辛食べた瞬間ほんと速攻流し込みたかったんですけど、塩辛で速攻流し込んだらバレる感が満点だった。そんなに嫌いなんだ。頑張って開けてたっていうね。作り込みすぎでしょ。すごいね。すごいね、ちゃんと。じゃあ俺もこの企画大好きだから、うん、見て本家が大好きだから、うん、自分がやった時をずっと想定して見てたわけですよ。うんうんうん、ほらこれ翔さんにあげる。あ、ありがとうございます。今日のお土産的な。あれ。お土産お土産ありがとうございます。こいつは蓋は？私、あ、蓋あるよ。
これさ、あれなの、塚田農場のなの、ね、だからあげるよ、だからあげるよ、だって次持ってくるときに、ああそうだね、そうだね、そうだね、それは確かにありがとう。塩辛、ほら同意見の人もいらっしゃる。オクラうまいけど匂いするかな、うん、なんか青臭い、うん、青臭い匂いするよやっぱり、うん、だから茹でてくれたのもあるし、多分茹で方も良かったというこの感じが。まあ、まあでもね、俺も佃煮と迷ったんだけどね、正直。あ、そうなんだ。佃煮もガツガツ言ってたじゃん、うん、あれも怪しかった。あ、確かにわざとらしい感がね、うん、全部ガツガツ言ってやろう的な感じではいたんですかね。チーズね、ガツガツいくよ、食えないんだよね。塩辛なんてあんなの食べるもんじゃねえだって。でしょ、うん、そうだよ、そうですよね。なるほどね。やっぱね、なんか本当にリアクションがいい、この企画いいですね。いいですね。どうぞ。ぜひとも続けてあげて。ただ勘弁してほしいのは、俺が勝った場合、勝っても負けても結果は変わらないという。変わらないっていう。それもまあ高齢化というかしていただけたら。高齢化おかしいよね。確実に高齢化していただけた方が、あの聞いてらっしゃる、見てらっしゃる方は喜ばれると。ね、面白いじゃん。その蔑まれてる感が半端ないっていう。ね、これさ、ちょっとちょうだい。オールフリー。どうぞどうぞ。飲みやすいよ。あ、ない。ちょっとだけある。すごいないね。いやでもこれね、なんか飲みやすいというか、ね、まあ、うん、なんか初めて、全然ビール感があるけどない、うん、そう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 、なんかやっぱホップの匂いみたいなのがするけど、 そのなんつうか臭みみたいなのがないから、うん、確かに飲みやすいのかなっていう。なるほどね、うん、じゃあ始めますよ、エンディング。はいはい、はい、それではいきます。エンディングですよ。ありがとうございます。はい、いやー盛りだくさんなお時間でございましたね。なんか二人とも嫌いなもの食べたからちょっとテンションが大丈夫か。違う、俺がテンション低いのはそこじゃないぞ。あ、そう、多分多分、まあ、そこはあんまり気にしてないけどね。おかしいよね、うん、さあ参りますよ。はい、番組ではリスナー様からのお便りを募集しています。お便りの宛先は赤紫アットマークアルファハイフンレイディオ .com へどうぞ。そして翔さんですね、ご自身のイベント告知をどうぞ。はい、ありがとうございます。来る12月7日金曜日、渋谷ホームという、宮益坂上がったところの、ライブハウスですね、18時からレーベル主催イベントといたしまして、あ、パーフェクターピクチャーボリューム5と題しまして、うちのレーベルから2組のアーティスト、あとはもう元からすごいすごい親交のあるスモールフィンガーレコーズからさらに2組を呼びしまして、そのライブとさらにその間の DJ、これをちょっと皆さんにお届けできればなと思いまして、当日は美味しいお酒ともちろんご飯も出ます。お、この盛りだくさんなのに前売り1500円。おお、安い、大特価。そうですね、もう第5弾、僕実は前バンドをやってまして、それからずっと続けているこのアーパーフェクトアピクチャーっていう写真のように美しい世界みたいな、完璧な女性をすごい褒めるときに使う言葉みたいなものとして、まあ、みんなが揃ってみんなが来たから完璧な美しい楽しいそんなイベントにしたいなっていうところからつけたので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。素晴らしいです。で、私何度も遊びに行かせていただいてるんですけれども、ね、いや本当に楽しいライブです。はい、あのぜひぜひ、なんというか作り込みも素敵ですよ ね、 そうですね。はい、あ、どうぞぜひフライヤーを、うん、カメラに向かってこんな感じで、はい、はい、これはちょっと都内の新宿渋谷のライブハウスとか CD 屋さんとかにもお配りしてるので、もしかしたら見かけたことがあるかもしれません。もし見かけたら、持ち帰って当日ライブ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。当日は私も遊びに行きます。お、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ楽しいお時間を一緒に過ごさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ。では今日は翔さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に、一人目のゲストが翔さんでよかったと心から思っております。いや本当にそう言ってもらえるだけで嬉しいですね。いや本当に楽しかったですね。もう本当に楽しくて、初っ端からいじり方も分かっていただいて、はい、そこ重要だったね。重要だね、うん、めっちゃディスられてる感は満点だったけどね。適応能力半端ねえよ、はい、半端ないね、うんうん、今後これがなんかもうみんなマニュアル化してね。そうだね、まあ次回のゲストもこんな感じで来てくれるのではないかと。どんどん部長落としてくれるとね、出てよかったなって本当に思えるんで、
いじって楽しかったなって思うっていう、それがちょっとゲストとしての一番の特典みたいな。そうですね、そっかそっか、そういう定めであると。あ、やさぐれてもいいのかな。やさぐれちゃダメだよ。うん、ダメだよ。はい、というわけでですね、第7回放送はこんな感じでお送りさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではパーソナリティはあかね嬢こと菊池あかねとやさぐれた村別です。はい、山本翔でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの制作でお送りしました。だんだん赤紫テヘペロ。やべやべ、あ、まだ音声って入ってますよね。入ってますね。入ってますよ。あ、入ってる入ってる。いや、面白かったな。尺が8時半までですもんね。そうだ ね、 そうだね。まあまだ余裕はあるということで。そうですね。この後写真と映像で、ね、はーい、 はーい、映像ちょっとなんか何にしようよ、これ持ってさ、うん、でもほとんど閉まっちゃったよ。出そう。あ、それはいいよ。あ、それはいい。あ、まあ、じゃあ嫌い、お互い嫌い、嫌いなものも、お互い嫌いなものも持つからね。うん、じゃあ気持ち持つものないから、この缶を2つ持って写真撮影する。おお。まあ1回目の映像は私と村別だけだけど ね、うん、ね。いやー、今回も早送りな感じでお送りしました。だんだん小紫第6回7回収録でございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。これからコメントと、動画、動画とコメント一緒記念撮影をしますので、まだまだ最後までお楽しみくださいませ。ませませ、熱い。あ、ちょっといろいろ書かれてますか。確かに。その写真を見た人は茜嬢が日本とも飲んだと思うよね。お、集合だぜ。いや、嘘です、あんま飲めないんです。これね、あの、戻すといて、戻せる、まあまあまあ戻せる。で、ゴミをね、なんとかしたいなと思って。ゴミある？あるよ。あ、ちゃんとゴミ袋にね、これを全部、箸とかも全部入れちゃっていい？うん、いいよ。はい、ういあ、じゃあ手拭きとかも。お、音声切れた？ん？切れた？切れてないよ。うん、まだ入ってない、ね、私は切れてない。接触不良じゃない？あ、接触不良だった、うん、接触不良だった。いやー、つやつや。言い切ったな。お、あ、あの、見てないのか。じゃあちょっと飲んじゃいますね。楽しかったね。楽しかったね。本当にフルスロットルな感じで。た、楽しかったね。楽しかったね。楽しかったですね。楽しかったね。目がマジだぞ。え？目がマジだ。いやいやいや。いや、私これ見返すのすごい楽しみ。そしてあれなんだっけ、ポッドキャストの配信もすごい楽しみ。うん、そうだね。おお。そうですね。イベント来てもらえるといいな。ね、本当に。うん、すごい楽しい。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。今日も楽しかった。だって、お、なんかどっかでね、腹抱えて笑ったみたいなコメントがあって。マジで？え、今日？今日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 、うん、結構上の方にあると思うんだけど。いやー、よかったね。よかった。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。そうですね、まあもしかしたらね、みんな、あの、そちらの本編の虚言癖の方で僕を見るかもしれないんでね。そうだね、そうだね、言えば、そうですね、それ言えばよかった。もしかしたら、あれ、あの坊主は言えばよかった。あの坊主こんなとこに嫌がるみたいなね。そう、あの、じゃあここだけで、あの、翔さん、うちの劇団虚言癖の第3回公演で受付をしてくださるんです。そうですね、前日スタッフとしてね、うん、活躍していただけるということで、はい、なので、もしすごいありがたいです、ね、直接感想もらえたらね、嬉しいしね。そうだね、
このフライヤーも当日持っていくので、まあ、声かけていただければ。そうだそうだ、沖縄沖縄そうだね、うん、今日いっぱい持ってきたから、じゃあ、入れてもらえれば。あ、折り込み、うん、いいよいいよ。その用にちょっと多めに持ってきてるんで。了解した。ぜひぜひお願いします。めっちゃ面白いんでね、出演者みんな気合入ってますよ。面白いもんね。そろそろ撮りましょう。はい、始まりやっぱりです。最初はクランプよいしょ。あ、熱い。大将さんごめんね。はい、一回ブース。はい、出ます。すいません。カパコッパ。あ、まさにあっちゅう間でしたね。あっちゅう間でしょ。逆逆。逆。あれ？あ、そっか。お。バカになってんだ今日。引きずってんでしょ。何を？ちょっとこの辺をちょっとね、綺麗に。そうですね。これをいいぞ、いらない。超ビビンガの卓だ。いや、そのままですよ。いや、確かにこっちを見てる方がミュージシャンすごい楽しい。カメラ分かっちゃうですかね。ちょっとデータを収める。あー、映ってる。恥ずかしい。じゃあ写真と映像を1枚ずつ撮りましょう。で、ゲストさん入ってもらって写真と映像1枚、写真と映像もう1回1枚ずつ撮ればいいんですよね。はい、そうですよね。それぞれってことじゃないの。回数ごとに撮らないと。あ、そうですね。ですよね。じゃあそうしましょう。あ、そうだ、あれだよ、村別の料理もしあるので、うん、なんか鼻むずむずする。ゆどん。もう入ってないんだけど。よいしょ。じゃ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 ん。やる。よいしょ。あんまり残ってない。それでは撮りましょう。うん、はい、行きます。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。こんな感じで大丈夫ですか？いいですね。はい。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。写真最初、あ、映像か。次はベビーです。はい。気持ち。閉じちゃうね。うん、ありがとう。噛んだことは言わない方がいい。言っていいよ。だって事実ですから。まあでもこれ次回予告動画だから告知しましたね的なね、うん、うん、感じで。じゃあ撮ります。はい、行きます。3、2、どうもありがとうございました。第6回放送の収録が終了しました。終わりましたね。はい、今回は私たちが所属する劇団狂言劇の第3回公演の告知をメインにさせていただいたんですけれども、うん、何かが起こりましたね、うん、さあ謝罪会見を。誠に申し訳ございません。さあその真意は本編をご覧くださいませ。ではではどうも第6回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。カット。次、ゲストさんも入って撮影します。入ります。いやー、何が面白いことしよう。じゃあね、じゃあね。はいはい。端でいいと思いますよ。じゃあ、ちょっとここかな。そこメインは嫌だな。いや、俺こそ端でいいでしょ。いや、真ん中で。ここだよ。ここ、ここ。真ん中にいましょう。で、嫌いなの持って。はい。ちゃんと蓋取ってもらって。私これ。私が本当に言ったか飲んだみたいだね。うわ、すげえオクラの匂い。すごい塩辛の匂い。嫌いなものの匂いってね、なんでわかるんだろうね。はい、それじゃあ写真撮ります。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。うっせ。嗅ぐなよ、わざわざ。こんな感じで大丈夫ですか？あ、いいですね。はい、ありがとうございます。暑い。はい、なんている私だけが楽しいけどね。それでいいんじゃない、私だけ楽しかったでいいんじゃない。オッケーですか？はい、はい、はい、それじゃあいきます。3、2、はい、第7回収録が終了しましたよ。終わりましたね。わー、楽しかったな。私ずっとやりたかったんですよこの企画。くせー、嗅ぐなよお前ら。くせー、なんでわざわざ嗅ぐんだよ。ほんとくせ。というわけでこの匂いのシーンも含めまして、第7回収録ご覧くださいというか、
ゲストがいますということを言えばよかった最初に。そうだね、うん、ゲストがいましたので、ぜひぜひ第7回放送もご覧くださいませ。勝ったのに負けました。ありがとうございました。あー臭い。ありがとうございます。臭いですね。オッケーカット。はい、ありがとうございます。お疲れ様に。お疲れ様でした。ありがとうございました。時間があるのかな。お、いやはやなんとも、いや駆け抜けるような、駆け抜けるような感じで収録いいんだよ、このカメラとかってふふーってやって映っとけ映っとけ。嫌いなものには敏感になりますよ、本当に。なりますね。いや、まさかあんなにあんなに作り込んでこられるとは。すごいな、ね、すごい作り込まれちゃったね、容赦ないなと思いながらガチで挑みました。ガチで挑んだね。結果的にどっちも罰ゲームしちゃった。ガチで挑んだからこそだよね、この敗北感みたいなのを味わっちゃうのは。いや、なんかだからもうガチでやる気満々だったんで、あの負けてね系な話が出てた時にどうしよう、どうしよう、いや俺負けねえって。その振りがあったからね、まあ、結果的に勝ったというか、そんな感じだったというわけで、うん、そうですね、まあ、見てる人が判断していただければ、うん、そうですね。勝ったのに負けた勝負っていうね、いい面白い。おほう、いやー、でも私公演の告知して思ったんだけど、あと2週間か。そうですね、2週間ですね。ちなみに明日と明後日も稽古があるんです。お稽古でございます。お稽古でございます。楽しみですね。うん、楽しみにして。そうだね、周りの人はものすごい楽しみが。翔さんは旗揚げ公演からずっとご覧いただいてるんですよ。ありがとうございます、本当に。いや村別さんのイメージを崩すような罰ゲームないかな。どういうことだろうね。あれじゃない、あの意外とモテるみたいな感じのさ、イメージを植え付ける、あの意外とモテる、イケメンゼリフを言ってもらうとか、あ、口説き文句を言ってもらうとか。どうどうこれ面白いね。面白いね。なんかあのずっと自分が考えてきたお題に基づいた口説き文句を言う。うん、1個言っていい？迷子の顔をするな。毎回前ね、話題ちゃんと出しといて。違う、もうなんかね、罰ゲームって、俺の罰ゲームってもう出た瞬間俺勝ってもやるんだろっていうのが今もうこの辺によぎってるから嫌なの。あ、こっちに。私ね、でもね、今回のゲスト会で思ったんだけど、もう一つの、あのコーナーの案があったの本当は。あのね、始め、番組始める前に。そう、うん、番組始める前じゃなくて、あ、今日のためのってことね。そう、うん、あのね、デートプランを考えてもらおうと思った。おお、はいはいはい、菊池をお連れするデートプランを組んでもらって、でもまあお互いね、こう発表して、でどっちが私がもうデートプランとしてすごいいいか、めっちゃさじ加減じゃん。だからその菊池のツボをね、どんだけもう押すかっていうので対決してもらおうと思ったの本当は。でもあれだね、それ回数重ねていくとすごい有利になっていくよね、ツボどんどん知るようになるから。そうでもなんかこう、じゃあそうだから、さじ加減だから勝てない。僕は勝てないんですよ多分。いや、それは、まあ、そんなことないよ。そんなことない、ね、なんか私だって普通のデートとかつまんないよ。うん、ね、さじ加減もね、これの一番の楽しみだからね、うん、次かな、次のゲストとかさじ加減、ね、うん、もしかしたら翔さんがまたゲストに来てやってもらったら、ね、今から考えといてよ。ああ、そこなんだね。まず北海道なしな。どこ行ってもいいから、菊池が今まで行ったここ行きたいな、あそこ行きたいなっていうのを汲み取ってどこに連れていくとか、そういうのも踏まえてのかなっていう、まあ、完全に私が得をする企画。もう口説き文句を村別さんに言ってもらうのもありだな。だってなるほどね。そうですね、シチュエーションを考えて。ザッ、ほらマジか。もう罰ゲームじゃなくてコーナーでもいいよね。今日の一言、いいね、今日の一言、いいこと言ったみたいな感じの、今日の口説き文句、今日の口説き文句、素晴らしい。で、私がまた評価するっていう。で、ダメだったら罰ゲームっていう。言った瞬間問い払ったりしてね。いや、言った瞬間じゃなくて言われた瞬間だと思うんですよ。何それ、何そんなこと言ってんのっていう。確かに、誰か、うん、誰か僕に優しさを。いや、すごいいじるの楽しいな。素晴らしいですね、楽しいな。キャラ確立ですな。でも私は一応さ、これ見返した後に反省するんだよ。私村別に厳しいな、申し訳ないな。よし、次回はああいじろうってなんでしょう。そうか、
でも今度の収録は優しく、いやできないってなるでしょ、うん、そうだよね、残念ながら初対面の自分でもそう思いましたね。そうですよね、いじ、うん、ってなんぼな感じするよね。ここなの、ここなのよ。なるほどね。どんどん村別さんの地位が下がってるんだって。いや、ある意味上がってる。そうですね、上がってると思えるところがあるのか。そうですね、上がってる、上がってる、上がってる。みんなの中でだってほら、いじり方が確立して、あれ上がってる、上がってる、あれ雑ですね。超適当。あ、そうだ、あの公演のね、告知をというか、あのぜひ本当にご来場ください。いいもの見せます。ブデュフシュブデュフシュブデュフシュ接客をいたします。そうだね、本当にあのうちの劇団の脚本は暗い、怖い、難しいという三拍子が揃っているんですが、です、ね、そういう系が好きな方、うん、よろしければぜひ。で、私今まで、まあ、さっきも言ったんですけど、畑明け公演からずっと参加させていただいてるんですが、今回の脚本が一番あの面白くて分かりやすくて世界観がすごく好きなんです。でもいかに医者をやりきるかっていうところにかかってると思いますので、うん、そう、教祖のおすすめ、俺そんだ、うん、そうなんです。なのでぜひご来場いただければなと思います。ですね、はい。いや本当に医者いいよね。いいね、あれね。もう翔さんにもまだ言えないんだけど。そうですね、医者いいよ。ちなみに今日のね、番宣では僕は本来僕は言わないセリフも言わせていただいて。あ、そうなんです、うん、そうなんです。主役のセリフをちょっと言わせていただいたんですけど、うん、そうなんです。じゃあ村口さんからもなんか、まあ、あの誠意みんな稽古に励んでおります。で僕もね、あの40歳のおっさんってことで、おっさん化に本当に迷ってます。あの素でいいと言われましたけど迷ってます。あのなのでそのおっさん感がもし見に来ていただいてどうかというね判断をしていただけたら嬉しいかなと個人的には思います。で来ていただいた暁には赤紫見ましたとか茜城の紹介ですとか村別の紹介ですとか言っていただけたら本当に嬉しいですね。嬉しいです。ということでよろしくお願いいたします。池坊小劇場で僕と握手って感じだよね。そうだね、うん、おあ、よかった。何、何でもない。ええ、ええ、ええ、何言いたかったの。いや、よかった、誰もしたがらないけどねって言われなくてよかったと思った。ああいつもなら言うのかなと思って、そこまで言ったらちょっと怖いです。お返しを今よ求めちゃったんだね、うん、それまでに予定をどうやって組もうかな。だってじゃんじゃん組んでください。すごい嬉しいな。いや本当に来ていただけたらすごく嬉しいです。ですね、うん、12月のね初めの日から、そうね、11月30日から12月2日か、ね、いや私2回しかできないのが本当にね、うん、残念。まあでも登場は6、8回あるってことで、うん、全部出るので、うん、菊池白衣ですよ。そうですよ、僕寝巻きですよ。寝巻きだね、うん、私白衣だし看護師服だ。そしてお色直しはない。ない ね、 ないね、ずっとそうだ ね、 ね、素敵だね。素敵ですね、素敵ですね。そう、それだけ見に来ていただければ。本当にそうだ、それだけを見に来ていただければ。村辺さんどういじるか。まあ残念ながら舞台上ではいじれないんですよ ね、 ね、終わったらどういじるか教えて。お、土曜日いいですね。あ、土曜日ぜひ3時に、ぜひ12時か18時で、まあ、うせうせうせ、まあ、15時の回に15時、ぜひ15時見てあげてください。優しいね。15時で、15時の回にぜひ来てください。いや、ありがたいね。ねえ、本当に、うん、受けて本当にコメントいただくとありがとうございます。お、予定組んでる。おー、いいな。でも、お忙しい中ね、ご足労だとも思いますので、どうかご無理やなさらず、もし、これなら12時も見てほしいな。12時、18時も見てほしい。彼も頑張ってますので、っていう12時、18時もね、見ていただけたら、ね、見ていただけたらと思います。本当に15時には一切いないんで。あれ、最後も出ないっけ。出ないよ。あ、武漢か。そう、そうだそうだ、今回は出ませんね。残念だね。ですね。ちょっともなんかある告知、もっとなんか詳しく。そうですね、まあ、当日来てもらえればフライヤーも入れるつもりですし、イベントの話とかを僕に直に話してもらえれば受付にずっといるのでね、うん、
ね、来てもらった時、帰ってもらった時に一声かけていただけたら、詳しいこととかも話していきますので、うん、ぜひぜひ。そうですね。ね、なんかね、最初バイト時代からね、お互い楽しいこと、自分のやりたいことをやろうって励まし合ってきた結果が、うん、今回のお互いのね、公演とイベントになってると思っているので、うん、それがね、少しくも1週間ずつずれてね、本当に偶然だし、2週連続、うんうん、夢のね、企画が続くのでね、良ければね、両方来てもらえればと思います。両日、茜城に会えますのでこれ特典かな、得になるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。いや、本当頑張ろうね。私、今回の第3回公演に本当にかけてるから。それも聞いてる。うん、うん、公演行った時に赤丸の名前言った方がいい。言っていただけたら嬉しいです。受付に行っていただいてもいいんですけど、客だし、あの公演が終わった後にキャスト全員劇場外に出てお見送りをするので、その時に行っていただければ、もう本当に荻窪小劇場で僕と握手です。本当ですよ、握手です。うん、ありがたいね。うん、すごいですな。高いコメントがいっぱい来て、すごいでしょ。すごい ね、 ね、この仕組み、かっこいい。そしていつも以上にゆったりできてる、この時間ゆったりしまったりだね。うん、あと4分です。そうですね、短時間に。チケットっていつまで売ってるの？席に限りがかなりあるので、今回ちょっとね、小さい箱なんで。そうなんです、うん、お早めにチケットをご予約、ご連絡いただければ。今は全然余裕があります。いつの時間、日時に来ていただいても大丈夫です。そっかそっか、チケットっていつまで売ってるのかね。そうだね、うん、そんなところだよね。基本は余ってれば当日まであるって状態なんですね。うん、ね、うん、悩みますな、悩みますな。いや、あと本当に2週間か。2週間なんだね。あっという間。それを超えて翔さんのイベントがあって、ね、もう今年が終わっちゃうわけですよ。早いですね。でも本当に僕なんかは駆け抜けた1年でしたね。まだ早いけど。確かにね。本当去年の今頃は割とね、暇人だったんですよね、まだ。うちの劇団に入ってやっぱり絶対忙しくなってるでしょ。まだ入ってないですね、去年のこの時期。そうだね、うん、まだだから1年経ってないんですね、うん、僕は。そうなんです。そっから加速度的に一気に忙しくなるね、うん、でも楽しい。楽しいことをして忙しいのってめちゃめちゃ充実してるよね、うん、でもそれしかやりたくない。私は頭いっぱいいっぱいになるけどね。楽しいことだけして生きてたい。常に考えることがあるっていう刺激はすごく素晴らしいなって思うんだよね。なんか語っちゃったね、ごめんなさいあとは2分30秒はい。お、電車賃。お、ありがとうございます。ありがとうございます。15時ですかね。15時なんですかね。でも舞台の、うん、ね、1回の公演の金額にとはすごい安いと思うんだよね。うちのね、なんだろう、むしろ私はまだまだ取っちゃダメかなと思うぐらい、うん、厳しい。でも今回はかける思い見せますよ、ね。はい、そうです。15時って12月1日。お、12月2日も15時ですね。1日と2日どっちも15時は私が一応準主役的なポジションなので、村別は出ないんですけど、でその他の回は全て私も村別も出ますし、電車の時間もチェック済みさ。だって、お昼をどこで食べるかだけ。荻窪ね、駅前に何でもあります。何でもあります。荻窪大好きなので。結構美味しいラーメン屋もあるみたいです。うーん、今ね、あの辺ラーメン激戦区らしいね。中央線沿いもそうだよね。おお、お、なんか、お、公式サイトが素晴らしい。おお、ありがとうございます。あー、そうです。あ、紹介動画もご覧いただいたんですね。おー、すごい。まだ僕も、あの、なんだろう、
あと50秒です、はい、はい。じゃあそろそろ締めの方がね、反対側の出口にいっぱいあるんです。ルミネがある方の出口って言っても直結してんな、あるのでぜひ見てください、はい、というわけで、本日もご覧いただきありがとうございました、はい、また次回、週末なのにね、どうもありがとうございました、うん、次回収録もよろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。